はい、ゆみです。こんにちは。どうもどうも。はい、今日はですね、10月の18日の月曜日ですね。はい、この10月、11月、12月とですね、今後のインパーク予定についていろいろと今考えていてですね、この冬、はい、結構ね、嬉しい情報が多いなっていうふうに思ったので、で今回ちょっと動画の方でまとめてみました。もしかしたらね、もうすでに知ってるよっていう情報ばっかりかもしれませんけども、逆にですね、あ、そうなんだ、知らなかったっていう方もいるかと思いますので、はい、よかったら最後までぜひ動画見ていってください。まずですね、収録のマイクをちょっと新しくしてみました。なんでよかったらどういう風に聞こえるかっていうね、そういう感想なんかもよかったらお願いします。はい、まずはですね、ランドのアトラクションのエントリー受付が終了するっていうね、そういうニュースからですね。これランドのアトラクションね、あの美女と野獣とそれからベイマックス、これがね、去年の9月から運営開始になって約1年間ですね、ずっとエントリー受付っていういわゆる抽選だったんですよね。でゲストの人数が少ないと先着スタンバイで運用することもあったんですけども、これがですね、まあ抽選っていうことでね、結構インパークしたけど乗れないっていう人も結構いたんですよね。でそれはですね、エントリー受付、いわゆる抽選がですね、これ中止というか廃止終了になって、で10月の19日からかな、こちら普通のスタンバイパスで運用されます。やりました、よかったね。もうエントリー受付抽選もうコリコリですよね。で普通にスタンバイパスですので、まあ、要はね、インパークしたらまあ普通にスタンバイパスをまあ取っていくと、なのでまあファストパスに近いですよね。まあこれどれぐらい早くなくなるかね、ちょっと分かりませんけども、まあ今のソアリンレベルでもしかしたらね、インパークして20分30分でその日のパス終了っていうこともまあありえるんですけども、まあ抽選よりかはマシですよね。よかったよかった。まあ最近ね、あの最近って言ってもね、9月かな、あの8月9月あたりね、この美女と野獣とかね、もうね、15時16時以降はね、普通にもう先着スタンバイで運用してましたし、でベイマックスも夕方の18時とかになると普通に先着でやってましたので、まあこれもですね、エントリー受け付けなくなるのもね、時間の問題かなっていうふうに今思ってはいました。まあ、こうなるとあとはグリーティングですよね。グリーティング相変わらず厳しいですよね。グリーティングも個人的にはね、スタンバイパスにしてしまっていいと思うんですけどもね。今見てるとエントリー受付からスタンバイパスにするっていうのはどうやら今グリは一度もないんですよね。グリーティングにエントリー受付いるかな。スタンバイパスでいいと思うんだけどもね。スタンバイパスで1日1回しか会えませんっていう風にしてしまえば、いいと思うんですけどね、個人的にはこう思ってます。なのでこれグリーティングもね、早くねスタンバイパスになるといいですよね。はい、次嬉しいお知らせ、嬉しいニュースはね、これランドとシーのレストランでアルコールがですね、ついに全解禁になりました。よかったね。これもね、お酒好きな人はこれ嬉しいですよね。これね、緊急事態宣言がこれ解除になった時にですね、一部テーブルサービスのレストランはこれアルコールが OK になったんですけども、これね、10月の14日からですね、ついに全店舗でアルコール解禁になりました。なので飲み歩き系のレストランでもこれアルコール解禁なんですよね。なので例えばね、ランドのね、ウッドジャックキッチンとかですね、あとガストンレストランなんかでこれ生ビールが飲めるんですよね。なのでまあ生ビールを持ってね、飲み歩きもこれ今できちゃうんですよね。これも嬉しいですよね。なのでね、これガストンレストランで生ビールが飲めるってことですよ。皆さんこれ例えばね、公式でこれあの美女と野獣のグッズでこれ公式でこれビールジョッキー販売されましたよね。これまあ今売り切れてしまいましたけども、これもしですね、ビールジョッキー買ったよっていう方いたらですね、これ公式のビールジョッキー持ち込んで、でパークで買ったビールを移し替えて、でこのね、映画作品風にですね、わーってガストンになりきって、このビールジョッキーで本当に生ビールをこれ飲めちゃうんですよね。これね、このビールジョッキー公式のやつ買った方はね、これぜひこれやってほしいですね。まあこれ初めね、ガストンレストランオープンした時にですね、これガストンレストランなのにお酒飲めないなんて、なんてで、ね、初めはそんな風になんかね揶揄されてましたけども、まさかこれ本当にこれね飲める時代が来るとは思わなかったですね。いやーこれね、ビールジョッキ買った方はこれぜひやってほしいですね。そしてこのダッフィーですね、ダッフィー情報、まあ小さな情報なんですけども、これね11月の4日かな、これ ね新しいダッフィーグッズがこれまた発売になるんですけども、これね販売される店舗を見たらですね、
なんと4店舗で1店舗増えてました。これまではね、ガレリアディズニーとアントペグスとあとマクダックスデパートメントストアとこの3店舗だったんですけども、なんとですね、スティンボードミッキーズ、こちらがですね、これスタンバイパス対象店舗になってるので、これね、スティンボードミッキーズがどうやらこれダッフィー専門店になるっぽいですね。いやもうダッフィーの店舗すごい侵食してますよね。まあこれ4店舗になることで、まあ少しは買いやすくなってほしいな、買いやすくなるんじゃないのかなっていうふうには思ってます。まあただですね、その前にね、そもそもあのインパークするパークのチケットは買えないよっていう、まあそういうハードルもねあるんですけども、まあそこはちょっと置いといて、まあとりあえずダッフィー店舗が4店舗になるのはね、少しでも買いやすくなってこれいいですよね。はい、あとはね、クリスマス関連ですね。クリスマスの大きな発表ありましたよね。で僕もね動画作ったんですけども、これね40分を超える超大作になりました。これクリスマス思ったよりも盛大ですよね。もうちょっとねハロウィンみたいにねこじんまり小ぶりになるかと思ったんですよ。結構ねこのコロナ禍の中でやるにしては思ったよりもコンテンツも多くて結構盛大だなっていうふうに思いました。でね、今回ね発表になったのがランドのミニパレードと、あとシーの水上グリで、あとはグッズ、フード、デコレーションとこんだけ発表になったんですけども、まあ特にですねこのランドのミニパレードとあとはシーの水上グリ、これびっくりしましたね。特にシーの水上グリはなんとイベント期間中に衣装チェンジ2回あって、衣装が3つ楽しめるんですよね。これはびっくりしたな。でね、もしかしたらこれ半分希望なんですけども、これもしかしたらね、通常の野良グリ、いわゆる普通のグリですよね、この普通の野良グリももしかしたらこれクリスマスコースになる可能性ありますね。ね、なんでかというと、昔ねトゥーンタウンとかアメフロでクリスマスのバッジをつけたりとかですね、とかみんながねキャラがマフラー巻いたりとか、ミニーとかねマフラー巻いて、このミトンっていうかこの指がね分かれてないこういう可愛い手袋をして、でクリスマスの期間中はそういう限定グリなんかも昔はあったんですよね。ただですね、人がうわーっと殺到して、もうものすごいもうミニーと通称取れたいよって感じでもぐちゃぐちゃになってたんですよ当時。でそれやらなくなったんですけども、今これねソーシャルディスタンスグリでキャストがきっちりとね見てて、でキャラからね1メートル2メートル離れてね、この線から前に出ないでね、で写真撮ったら交代してねっていう風にこうかなり整理整頓された今グリーティングやってますので、もしかしたらアメフロとかですねトゥーンタウンではもしかしたらですよ、クリスマスコスのキャラがもしかしたら出るかもしれませんね。まあこれ半分希望ですけどもね、そうなってくれたら嬉しいですね。で今回ねクリスマスの発表で一番すごいと思ったのがやっぱフードですね。特に C なんですけど、これも食べきれないですよね。で C のフードがすごくって、1回インパークしても、ね、2店舗レストラン2レストランぐらいしか行けないので、これですね4回か5回ぐらいインパークしないとこれ C のね限定フードは今回これ食べれないと思うんですよね。まあでも C はね水上グリの衣装チェンジがあるので、おそらく3回はインしたいなって考えてる人いると思うんですけども、まあそれでもまあ6品ぐらいが限界ですよね。いやーこれはすごいなと思った。まあこれねぶっちゃけ多いなと思ったんですけども、でもこれ逆にね少なかったらそれはそれでやっぱりね物足りないんですよね。これね食べきれてしまったらインパークのモチベーションも下がってしまうので、実際に僕もですねイベントがない時期にこれね食レポやってて、で実際にね食べきってしまったこともあるんですよね。要はですね目玉のフードがないと、限定フードがなくって、ね、食べきってしまったこともあるので、まあ実際ですね、まあ、なのでこのぐらい食べきれないぐらいね用意してくれていた方がまあやっぱりいいんですよね。ただしですね、年パスがない今非常に厳しいですね。ワンデーでその都度課金して買わないといけないんで、まあいっぱいあるのは嬉しいんですけども、まあやっぱりね年パスあった上でいっぱいっていうのはやっぱり理想であって、年パスない今ちょっとこれはね、食レポを中心にねこの YouTube やってる僕としても非常にこれ厳しいですね。なんとか頑張ってパークチケット買ってインパークしたいと思います。はい、こんな感じでですね、嬉しい情報、嬉しい策盛りだくさんなんですけども、まあとはいえですね、やっぱ今ねワンデーのチケット今買えないですよね。今ね
毎週水曜発売しても瞬殺だし、あとねちょこちょこと再販はあるんですよね。さっきもね再販あったんですけども、やった再販あると思ってパーンと申し込んだらもう速攻罰ではいダメって感じで、もうなかなかチケット買えないです。でまあ僕も正直ね買えてません。すんごい厳しい今でね、こんなにチケット買えないのにコンテンツ盛りだくさんで、これ運営としてもこれ矛盾してますよね。チケットの販売枚数とこのイベントのコンテンツとこれ数が合ってないと思うんですよ。まあ、ただですね、本当は運営もですねもっと人をね呼びたいなって思ってると思うんですよね。うん、本当はねもうちょい規制緩和を見込んで11月12月になったらもうちょっとね規制緩和されてパークのホームで2万人3万人4万人っていう風に人をね呼べるんじゃないのかなって、本当はねそれでね見込んでたんじゃないのかなと思うんですよね。で今後なんですけども、個人的にはですね今後はね入場制限ねもう少し緩くなるんじゃないのかなと思ってます。なので11月になったらですねもうちょっとねチケットね販売おそらくされると思います。これはね半分予想半分希望ってとこもありますね。でおそらくですねこの OLC もですねおそらくなんですけども、国や自治体にですね交渉したりしてね今後の様子を伺ってると思いますし、あとね国や自治体としてもねもうちょっと経済活発化したいはずなんですよね。でねこれニュース見てたらね、これ経済再生担当大臣がですねこれ時短要請とかをですね早ければ11月にも全面解除して通常通りの生活ができるようにしたいっていう風に結構前向きな発言もしてますので、もしですねこれ本当にね時短要請なんかが解除になったら、例えばですねパークの閉園時間も伸びて、で夜の花火が復活したりして、でこれ順次ですねチケットも再販していくと思います。はい、なのでその辺ちょっとこれ期待したいですよね。はい、以上東京ディズニーリゾートの10月から11月に関しての嬉しい施策のまとめでした。はい、それではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあね、バイバーイ。